10月7日、パレスチナのガザ区を支配している武装勢力のハマースは、突如ガザ地区からイスラエルへの越境攻撃を開始した。ハマースの武装勢力はイスラエル側で行われていた、平和のための音楽祭に参加している外国人たち、さらにはイスラエルの民間人なども見境なく、虐殺や誘拐、拷問を開始。その様子は SNS 上で拡散されたことで、世界中の注目が集められることとなったぜ。ツイッターで嫌でも見てしまうんだけど、本当にこれ現代なの？ってありさまでしたわ。一番恐ろしいなと感じたのは、こうしたハマース側のテロ行為を、おそらくパレスチナ側の一般市民の人たちもダンスしたりパーティーしたりで、結構歓迎している様子だったこと。これは衝撃でしたわ。おそらくパレスチナとイスラエルの問題なんだろうけど、相当根が深い話なのねこれ。うむ。ハマースの残虐な行為については、それはもう批判されて叱るべきでありながらも、イスラエル側の報復もかなり強力なものとなっており、ガザ地区の人々も相当数が犠牲になっている。この点、欧米諸国はイスラエルを支持する立場を取っているものの、日本の中でもガザ地区の統治組織であるハマース、ひいてはその国家であるパレスチナを擁護する声も多く、この問題はウクライナやロシアの戦争のように、どっちが悪いと判断しかねている人が、かなり多いように感じているぜ。Google 検索の際にイスラエルハマスどっちが悪いというサジェストがあったし、なんか私もよくわからないのよね。単純に考えると武装組織のハマース？だっけ。さすがに一般市民へのテロ行為の様子を見るに、どっちが悪いとか何かを言うまでもなく、イスラエルに自衛を頑張ってもらわないとって印象だったけど、多分そういう単純な話ではないってことよねこれ？そうなんだよな。そういうあるし簡単な枠組みで話が終わるのであれば、ここまでハマース側を擁護する声が上がることもないだろう。果たしてここまで意見が分かれているその理由は何なのか。ということで今回は、史上最も難解な紛争イスラエル VS ハマース、どっちが悪いのか？と題し、今回のイスラエルとハマースの争いについて触れていこうと思うぜ。今後もこのチャンネルでは、軍事と兵器に関する最新情報や歴史的なテーマを取り扱います。面白かったためになったとか思ったら、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしく頼むぜ。気になった点や質問などあれば、コメントもよろしくね。いつもコメントしていただける方、本当にありがとうございます。励みになってます。それでは皆様、ゆっくりしていってね。今回の争いの話題となるのは、地中海に面する中東の国イスラエル、そしてイスラエルと隣接し、領土が2つに分割されているパレスチナ。東側の一番大きい地域はヨルダン川西側と呼ばれる地域であり、西側の小さな海に面する区画は、ガザ地区と呼ばれる場所だ。今回の争いが起きた場所はパレスチナ全域ではなく、ガザ地区方面であることは私も知ってるわね。うむ。このガザ地区を支配している勢力こそ、今回イスラエルにテロ攻撃を仕掛けた、ハマースの武装勢力だった。ハマースという組織の拡大の発端は2005年。そもそも1967年から続く第三次中東戦争の開始以降、このガザ地区と呼ばれる地域はイスラエルの占領下になり、イスラエルが支配している地域だった。ところがガザ地区を含め、当時イスラエル支配下のパレスチナ人たちの住む地域では抵抗が激しく、自爆テロなどの凶悪な攻撃によって多くの人々が犠牲になっていたし、イスラエル人たちのガザ地区への入植活動は、多くの困難を極めることになった。イスラエル国民の間でも、被害の増加に厭戦気分が高まっていたし、おそらくはイスラエル政府としてもガザ地区を維持することは難しいと判断したのだろう。ということで2005年、イスラエル軍はガザ地区から撤退した。もちろん軍だけではなく、ガザ地区に入植していたイスラエル人およそ9000人もイスラエルに帰国してるぜ。住む場所とかないのにどうするの？政府が保証したようだ。金銭的な援助でな。なるほど。で、2005年を区切りとして、ガザ地区はイスラエルの領地から、パレスチナの領地になったということなのね。そうだな。だがガザ地区を実行支配したのは当時のパレスチナ政府ではなかった。2005年9月のイスラエルの撤退以降、このガザ地区内で建物やインフラの復旧を行い、学校や医療施設を建てることでパレスチナ人にとって暮らしやすい場所にしていった。そういう組織があった。その組織こそハマースだ。この時点ではいいことやってる様子ですけど、テロ組織ってのはそういうもんだぜ。この組織はイスラエル撤退後のインフラ整備などを経て、ガザ地区の人々から支持を得ることに成功。ガザ地区の選挙において、過半数を超える議席を獲得するほどに市民に歓迎されたことにより、ガザ地区はヨルダン川西側地域とは、異なる道を歩み始めることになる。ふむ。ヨルダン川西側地域はパレスチナ自治政府が治めていたけど、ガザ地区側はハマースが統治することに。
配地域が二分されたわけね。彼らが協力的な関係になればまた違ったんだろうが、そううまくはいかなかった。パレスチナ自治政府の政権与党勢力、正確に言えばファタハという政党なんだが、2007年にはハマースとファタハの間で戦闘が勃発してしまった。ハマースはファタハがガザ地区に設置していた政府機関を武力で占拠し、ファタハの軍勢はヨルダン川西側地区に撤退。こうして両者は対立する関係のまま、ファタハがヨルダン川西側地区、ハマースがガザ地区を統治する流れとなったぜ。一つの国の中で、ある野党が武力を振りかざして政府機関を抑えていってしまったことで、与党側の勢力が撤退してしまった、という流れですね。お互いにあんまり仲が良くないことはよくわかったわ。なんとなくだけど、パレスチナの中でも過激な勢力がガザ地区を抑えてしまったという状態だったのね。うむ。2007年以降はずっとこの状態だ。イスラエルとガザ地区のハマースとの戦いは、実はこの頃からずっと続いている。ハマースはイスラエルに対し、ロケット砲による攻撃を行えば、イスラエルはハマースに対し、ガザ地区への空爆で返した。ハマース側の攻撃でもイスラエル側の攻撃でも、民間人への被害が出ている状態だった。当然、イスラエル側にも国際社会からの批判はあるような状態だった。両者は2021年5月、エジプトの仲介を経てやっと停戦に入ったわけだが、イスラエルとガザ地区の問題が解決したわけなどなく、2023年に入ってまた戦闘が始まってしまったのね。ハマース側からの民間人の命をなんとも思わないような、最悪のテロ攻撃という形で、というかなんでこのタイミングでそんなことを、ハマースが攻撃を仕掛けてきた理由について現時点では確かな話はなく、予測するしかない。しかし予測できる範囲では、ハマースの支持率が低下したことであると考えられている。支持率の低下で戦争を吹っかけるの。やってることやばすぎない？今現在のガザ地区はある程度の暮らしができる環境になっていたとはいえど、失業率は 45% を超えると言われていた地域であり、裕福な生活を送れていた市民はかなり少ない。一方でハマースの最高指導者であるイスマイル・ハニヤ氏を中心に、ハマースの幹部はガザ地区を離れてカタールなどで非常に裕福な生活を送っている。彼らが私的に利益を独占していることが、ガザ地区の貧困に直結していると市民も気づいているため、支持率が低下しているという状況にあったわけだな。2023年7月にはハマースに対するガザ地区での大きなデモが発生しており、これに対してハマースは、彼らを弾圧していたりしたぜ。このような背景から、ハマースは彼らの支持率を回復するために越境攻撃を行ったと考えられている。なぜイスラエルへの攻撃で支持率が回復するのかという点については、また後ほど解説するぜ。ヤバすんき。それでハマースの指導者たちは、争いを吹っかけて自分の既得権益や立場を守るため、戦争を吹っかけているという構図があると。うむ。そういう意味ではこのハマースという政党こそ、問題の根源であることに違いはないぜ。パレスチナという国とイスラエルという国の対立とか、そういう構造ではないのね。でもそうなるとちょっと気になるのは、やっぱりどう考えてもヤバい組織であるハマースが、なんである程度の支持を得ているのかしら。国内だけならいざ知らず、結構な国々が決してイスラエルよりじゃないというか、ロシア・ウクライナ戦争におけるロシアほど、批判されている感じはしないのよね。そうだな。不思議になってくるのはその部分だ。ハマースのやり方は明らかに、一部の既得権益層の利益を守るためだけに、ガザ地区の人々を危険にさらすという行為ではある。イスラエル側から報復があることは、確実に予測できていただろうからな。なのにイスラエルを擁護し、ハマースに対して批判的な国々は実はそんなに多くない。なぜそんな状況になっているのか。ここからはこの問題を、国際社会がどう捉えているのかについて触れていこうと思うぜ。ガザ地区の統治勢力であるハマースの非人道的行為がありながら、国際社会の判断は分かれている。10月13日時点でイスラエルへの支持を表明したのは、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、主要な欧米諸国くらいだ。日本は日本でハマースによるテロ攻撃を非難するという見解は述べたものの、イスラエル、パレスチナ双方への呼びかけを働きかけていくという立場にとどまったため、イスラエル支持とは言えない状況ではあるな。ただ正直なところで言えば、日本の支持がどうこうよりも、イスラエルにとってより重要なのは、近隣のアラブ諸国がどういう立場を取ったかに尽きる。このイスラエルとハマースの争いで、一番重要な動きを示したのがサウジアラビア。サウジアラビアはこれまでイスラエル側の外交的努力で国交正常化に向かっていたし、関係性はどんどん良好になってきていた。ところがサウジアラビアはハマースに理解を示し、イスラエルを批判する立場を取ってしまった。10月13日には、サウジアラビアはイスラエルとの国交正常化交渉について凍結していると語っており、この騒動で関係性が一気に険悪に戻ってしまったような印象を受ける。
アラブ首長国連邦やエジプトの反応も、サウジアラビアと似たような感じだぜ。イスラエルに近い周辺のアラブ諸国が軒並みパレスチナどころか、ハマース寄りになっているのね。それはまたどうして？やっぱり宗教的なやつ？このあたりについてはウプ主も、外国人観光客を含む民間人へのテロ攻撃を行ったハマースに対して、なぜこれほど理解を示す国々が多いのかとかなり疑問を抱いたところだったんだが、その回答については、中東研究者の第一人者池内先生の X 元 Twitter 上でのコメントが非常に参考になったので、これを引用する形で言及させていただこうと思うぜ。いわく、アラブ諸国のハマースによるテロ攻撃をある程度黙認するような態度については、1968年に発生したイスラエル軍と、パレスチナ解放戦線及びヨルダン軍の戦いである、絡めの戦いの顛末を知ることで、理解しやすくなるだろうということだ。絡めの戦い。これはまた全然聞いたことがないものですね。絡めの戦いは第三次中東戦争後に発生した、消耗戦争と呼ばれる争いの中の戦いだ。この戦いはイスラエルとパレスチナによる最初の交戦で、パレスチナ側のゲリラが道路に地雷を仕掛けたところ、この地雷の上をスクールバスが通ってしまったことでイスラエル人の大人2名と子供10人を死傷させるという、人道的かどうかなんて一切考えていないような悲劇が発生してしまっていた。これに対してイスラエル軍は報復攻撃を行い、戦闘自体はイスラエル軍が勝利し、パレスチナのゲリラ勢力は戦場から撤退することになった。ところがこのパレスチナのゲリラ部隊、一連の戦闘で何人ものイスラエル兵を死傷させており、放棄された装備品などを接収してこれを世に広め、イスラエル軍に対する勝利を宣言。逆にイスラエル側は報復攻撃が非人道的であると国際社会から多くの非難を浴びることに。戦いはイスラエルの勝利に終わったにもかかわらず、国際社会的にはパレスチナのゲリラ勢力が、絶大な支持を受けるという結果に執着したぜ。ものは言いようね。ゲリラ組織としては首領がやられるとか、組織が完全に破壊されるとかでもやられない限りは、確かにどうとでも勝利を語れてしまうのか。このパレスチナのゲリラ組織とその統領は、一気にアラブ社会で英雄として認められることに。このゲリラの統領の名前が、ヤセル・アラファト、将来的にパレスチナの初代大統領になる人物であり、現在のパレスチナ自治政府の与党、ファタハの初代議長でもあった人物だぜ。ファタハってさっきの話だと、ガザ地区のハマースと対立していたパレスチナの政党だったはず。50年60年と経つ中で思想やら信念みたいなものはいろいろと変わっていったんだろうけど、もともとそういうゲリラ的な戦闘、非人道的な戦いから勢力を拡大した背景があるのね。でも話を聞いて思ったわ。その絡めの戦いで称賛される立場になれるのなら、ハマースとしても、今回の非道なテロ行為でも、アラブ社会で称賛される立場になると考えてそう。絡めの戦いではスクールバスを地雷で破壊したという、非人道的な行為に対する批判は、イスラエル軍に対する勝利の宣伝で、英雄的な象徴であるとして書き消されていった。今回のハマースによる攻撃は、その状況を模倣しようとしたのではないだろうか。テロ攻撃によって被害を受けたのが外国からの観光客だとしても、彼らを殺害して見せしめとして処刑することが、民族的闘争の象徴として称えられるかもしれない。ハマースの低下した支持率を回復させるのに、イスラエルに対するテロ攻撃は効果的である。こう推測できる事実が、60年前に発生していたということだな。テロ攻撃で支持率回復とか、称賛される可能性があるとか、考えていることがちょっと私の理解の及ばないところで頭おかしくなりそう。なんかこう、時代が進むとともに人命が重視される傾向に世界は進んでいるものと思っていたけど、必ずしもそうじゃない人が、いくらでも存在するってことなのかしらね。プーチンはソ連時代の大祖国戦争になぞらえるように、今回のウクライナとの戦争を宣伝しようとしているけど、ハマースもそれに似たようなものを感じるわね。50年前や60年前の価値観が、彼らの中では今もそんなに変わっていないってことね。その感覚が前時代的であると考えることも、アラブ社会の捉え方としては間違っているかもな。サウジアラビアやアラブ首長国連邦の反応は、イスラエルの報復に対する批判がメインだった。日本に住む身としては非常に実感しがたいところではあるが、民族的、宗教的、領土的な争いや正義が、今も人命や個人の尊厳に勝る社会だ。今平和を謳歌している私たちには想像できない話だが、アメリカや欧州、日本の価値観でこの問題を捉えると、いつまで経っても理解できないかもしれないぜ。まあ頭では理解できても、
感覚的に理解できないというか、とりあえずテロ攻撃を行った勢力に対しても、アラブ諸国が寄り添う姿勢である理由はわかったわ。倫理観というか人道的な感覚が、全然違うのね。絡めの戦いの顛末が象徴するように、今回のテロ行為でもハマースを批判する国々はそれほど多くなかった。一方、イスラエルはイスラエルでハマースに対する報復活動を始めていることもあり、ハマースどころか、イスラエルに対して批判が高まりつつある。ガザ地区への空襲とかですよね。瓦礫の山とかしてて本当にビビりましたよ。ガザ地区のパレスチナ民間人に対する被害も、相当なものでしょうね。当然だが戦争においては一般市民への被害が拡大することは避けなければならず、これは国際法によって取り決められている。イスラエルはもちろん自衛権を行使する権利があるが、それは国際法に則って行わなければならない。ウクライナやロシアにおける戦争の場合、ロシアが民間人やインフラへの攻撃を行ったことで、それは戦争犯罪だと厳しく非難することが可能だったんだが、民間人への攻撃という意味では、イスラエル軍もガザ地区を空爆しているため、イスラエルに対しても戦争犯罪だと言わなければ、どっちも国際法違反なのに、ロシアは敵視してイスラエルには味方するのか?という、なんとも難しい立場に置かれてしまっている。反テロ攻撃という意味ではハマースの打倒のため、イスラエルに協力したい。でもがっつり協力するとなると、国際法違反の武力行使を認めている形になってしまう。なのでアメリカを中心にイスラエルを支援する国は、国際法を遵守してくれと、イスラエルに言い続けることくらいしかできないのよね。問題の根本がハマースという組織にある以上、ハマースだけは何としても解体させる必要がある。ハマースの幹部たちが利益を独占し、ガザ地区での支持率が下がっていたことを考えれば、紛れもなくこの組織は、ガザ地区の人々、イスラエルの人々にとっても悪影響にしかならない。だが解体しろなんていう主張がイスラエル側の主張から通るわけもなく、宗教的民族的対立が背景にあるがゆえ、テロ攻撃でハマースは一定の支持を回復することができる。だから、彼らがテロ攻撃を今後やめることはない。それはイスラエル国民にとっては許しがたい。じゃあ空爆でも何でも、ハマースを一掃するしかない。イスラエルとしてはもう、ガザ地区ごとハマースを根絶やしにしたいと考えているのかもしれない。しかし、ガザ地区を完全に破壊し尽くしたところで、問題は解決するのだろうか。再びイスラエルに対する憎しみが募り、第二のハマース的な組織が誕生するだけではないのか、様々な懸念点を含みながら、その手段を解決する方法は誰にも見出せておらず、イスラエルのガザ地区空爆という強硬策も、致し方なしという論調があるのも事実だぜ。ハマースが解体すべき組織であることは確実でも、悪いからといって解決策が出るわけでもないのね。これはもう複雑すぎてちょっと一個人の身としては、どうするべきなのか意見すら出てこないわ。この問題は研究者や専門家の人々でも、意見がかなり分かれている様子が見受けられるあたり、今まで触れてこなかった人には、とても判断できるような話ではないかもしれない。ただ、国際社会の関係や、今起きている出来事を知る上では重要な話になりそうではあったので、今後もこのような話題を、取り上げていこうかと考えている次第だぜ。といったところで今回の解説は以上だ。このチャンネルでは他にも兵器や軍事に関する動画を上げているので、チャンネル登録して他の動画もぜひ見てくれだぜ。これからも興味深い軍事に関する動画を上げていこうと思うので、高評価、コメントもよろしくお願いします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。